この日は演技の最後を飾る大技ダブルバタフライに挑戦。怖えこれ。あ、やばい。足が外れた。大丈夫。やばいやばい。助けて。初めてにしては難易度が高い組み合わせ技だけに大苦戦。ごめんなさい。あー、いって。おー、できないことに苛立ち始める2人。この日成功することはなかった。本番前日、沢亮に思わぬアクシデントが。あー、やばい、マジで。もう、あの時多分、もう、何をどうやってもいたでしょ。肩の痛みに耐えきれず、沢亮は病院へ。残った松島は、本番の舞台で一人練習することに。いや、これまた練習とは違って、ライトもあるんで、暑いんで、手汗半端じゃないですよ。特に涼介くんとかすごいと思います、これ。いや、なんか急に緊張してきました。すると1時間後、マネージャーと共に病院から戻ってきた沢亮。肩には痛々しいテーピング。肩を守る4つ筋肉があるらしくて、それの1つがなんか痛めてて、とりあえずテーピングして、その肩と肩甲骨を保護してみたいな。松島の腰にはいくつものあざが。そんな状況のまま練習を続ける2人。しかし最後の大技ダブルバタフライは先生の補助がなければできない。最悪今みたく落ちそうになったら手ついちゃってから降り、はい、うん、そういったらまだ降りやすいでしょ、ね、はい、頭からゴンといったら危ないから無理にここにしがみつかなくていいです、はい。これで明日本番ですよね。いや、不安ですね。心配なとこはない？全部心配。不安なまま迎えた本番当日。 FBS で最終練習をしているという2人をメンバーたちが激励にやってきた。世界へ。マジで。ちょっと待って、最初マジックしたよね。はい、振れ幅やばい。レブリー振れ幅やばい。スケスケのテーマはマルチ。もう何でもテーマ出しちゃうな。そしてもね、どれだけ難しいか。そうですね。ケント、ケント、ケント、ちょっとやってみ、やってみ。そうね。痛い、これ痛い。難しいんだ。難しいっすよ。相当練習したね。体痛かったっすね。もうね、肩もう痛めたから。いや、もう見たら分かります。めっちゃ張ってるもん。めっちゃ張ってるもん。